はい、じゃあ進めましょうかね。しんしんさん、皆様こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ホモアンさん、皆様こんにちは。こんにちは。この小さい窓の方のジャン君がですね、まあ人間に関わりのないところでは、だいぶ気持ちも落ち着いて、ご飯も普通に食べるようになり、これもね、だいぶ気使ってる感じですか。あ、今指入れますよ。これね、なかなか反応しないんです。なかなか反応しないけど、急にちょっと興味が湧くんですね。で、ちょいちょいしますんで、ここかな、この時だったかな、私また広告。ああ、そう、見る人によってはまだ広告をご覧の、方もいらっしゃるかと思いますが、この小さい、窓のね、映像はしばらく流しておきますので、後ほどお楽しみください。そしてどこまで行ったかな、しんしんさんでいいのかな。皆様こんにちは、今日もよろしくお願いします。読んだかな。ももあんさん、皆様こんにちは。もう読んだような気がする。そしてラテマチさん、皆様こんにちは。こんにちは。さやさん、お父さん、ママさん、ジャン君、ポンちゃん、皆さんもこんにちは。あ、皆さんこんにちはだね。ポンちゃんはということですが、今は、はい、ちょっと待ってくださいね。そしてひとみさん、パボさん、ママさん、皆さんこんにちは。お仕事前にお邪魔しますということです。じゃあちょっとポンちゃんに一気に持ってるよ。せーの、はい、ポンちゃん。ポンちゃんはなんかこれからもう一回寝る感じかな、この感じは。ちょっとカリカリ音がしてたけど、もう食べ終わったっぽいよ。ポンちゃん、おやすみ。眠い。眠いっすか。散々遊んだからね。さあ、寝てるかな？これ、線が。これお尻しか見えてないよ。うん、はい。なに、はい、ちゃんくん、ピラピラって言ってるの。はい、ポンちゃんも、ポンちゃんおいで、おいで、ポンちゃん、はいはい、おいでおいで、ポンちゃん、おいでおいでおいで、はい、ポンちゃん来ました。はい、いい子いい子。今日は何、ポンちゃんいい子だね。少しいい感じになってるよ。朝いっぱい遊んだからかな。うん、ちょっと満足してるかな。うんうん、いつだね、ポンちゃん。ポンちゃん、そしてジャン君がどっか行っちゃうのか。ジャン君、そこ見てよ。あら、これがなかなかブラシから手が取れない。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、いい子ね、ポンちゃんね。今度はジャン君がカリカリ食べています。ヒリヒリしてる。さあ、そしてここまで読んだんですか。はい、ひとみさんでしたね。はい、そしてさやさん、パリちゃん。はい、ポンちゃんはさっきまでちょっと落ちてきちゃいましたね。大井さん、ポンちゃん、こんにちは。こんにちは。ポンちゃんは今スリスリしています。風太郎さん、今日は朝から頭が痛くて目覚まし時計を止めても起きれなかったけど、ちゃちゃちゃまが手を噛んで起こしてくれたので遅刻しないで済みました。らら、今は頭痛は治りました。あ、よかった。そう、急激な温度変化とか気圧の変化とかね、うん、ちょっと昨日から今朝にかけてありましたよね。うん、昨日はなんだか汗が出るほど暑かったのに、今朝寒かったですからね。昨日24度くらいになったらしいよ。死ぬわ。あ、でもそうか、これからはちょっとそれに備えていかないとね。うん、さあ、そして今日は12度くらいだって。おお、寒暖差。うん、大井さん、ジャン君こんにちは。
こんにちは。ジャン君、ジャン君どこ行っちゃったの？ジャン君今カリカリ、あ、食べ終わったっぽいよ。おいで、おいで。おいで。ジャン君、おいで。すっごい見てる。コキアタさん、あ、ジャン君、コキアタさん、ポンちゃん。ということです。ポンちゃんです。そして、さやさん、スリスリポンちゃん、かわいい。いなくなっちゃった。ありがとうございます。こっちはもっと止めようか。はい。ブラシ待ちですね。いっぱい取れるね。